こんにちは、吉田さん。そうですね、前回の話で結構納得できるところもあったんですけども、まあ大筋では吉田さんと同じ思いなんですよね。まあでも飲食店のことに言えば、今回のコロナ禍で飲食店って結構ダメージ受けてましたけども、逆にですね、むちゃくちゃ収益が上がった、そんなね飲食店のゾーンがあるんですよ。それはどこかっていうと、個人商店で、まあ一応自由席なんですけども、1日に1組とか2組ぐらいしかないような、その地方のね、まあこだわりの個人商店とか、これ結構ね、こういう時に支持が上がったんですよ。私も、まあ、普通のね近所にある中華料理店なんですけども、まあ、大体客単価5000円ぐらいになるんですよ。飲み食いして普通2人ぐらいで行くと、客単価じゃないですね、2人ぐらいで行って、大体餃子食べてラーメン食べてとかね、ちょっとドリンク飲んでしたら5000円ぐらいなんですよ。で1日の来店客数っていうのが2組とか3組なんですね、そこはね。で、もうなんか定年退職した老夫婦が2人でやってるみたいな感じなんですよ。要するに1日に1万円ぐらい売り上げが上がると、家賃もほとんどタダだし、コストもね、そこそこかかんないんでやっていけるんですよね。であと一つは高級料理店ですよね。最初からですよ、個室しかないとか、それこそ衛生管理が最初からうまくいってるところとかね、それこそ常連しか相手にしないとか、なんかそこもね、客単価はむちゃくちゃ高いんですよ。1人当たりこれは2万から5万っていう間で、やってて、もうねすでに安いから行くみたいなところじゃないんですよね。そこが好きだから、そこだと他の人がいないからっていうので行くみたいなね。で何が言いたいかっていうと、苦しかったのっていうのは、大筋では大衆的なね、一度にすごく席数とかを効率よく配置して、1店舗すごく小さいね、10坪とか20坪のところに20席とか30席設けられたようなキツキツのところで、それこそね、こっちの方の人とこっちの方の人、席が椅子を引いたらぶつかるみたいな感じで、もう本当奥の方にはね、もうオーダーが届かないから、これすいません向こうに回してくださいみたいなね、そういうの結構厳しかったんじゃないかなと思うんですよ。あとファミレスとかね、それこそ大勢でワイワイやるような、一組あたりの客数が多そうなところを、もう完全に最初から3密っていうかね、密にならざるを得ないところっていうのは、今回結構ダメージ受けたんじゃないかなと。要するに、こういう分け方好きじゃないんですけども、低価格のところとか、客単価安めに設定してるところとかね、1日の集客単位が数百人みたいなところはきつかったんじゃないかなと思うんですよ。で逆に外食を普段してる人とかは、その自民党の深夜の料亭とかもありましたけども、結局変わってないんですよ、ああいうところはね。高級料亭っていうのは、一つの、ね、部屋を貸して10万とか20万みたいな単位のところっていうのはあんまり変わってないんですよね。そう考えたら、そのバランスなんでしょうね、きっとね。コロナの状態が来たから、ちょっとこの業態やめて別のことやろうかって人と、あ、コロナ来たけどうち逆に儲かっちゃったからさらに強化しようかなっていうので、その前回何が言いたいかって、これ前回吉田さんが言ったみたいに、みんな辞めるってことはないと思うんですよ。だから焼肉食べたかったら焼肉食べれるし、ただし価格は適正価格になるんじゃないかなと思います。やっぱりね、3000円とか4000円で食べ放題飲み放題っていうのはあまりにも安すぎて、これお店の経営苦しくなるばっかりなんですよね。まあ、でもその商売の自由化によって誰でも商売できるようになっちゃったんで、はっきり言って価格競争に最初から飛び込んでいくところが多かったと。消費者としては嬉しかったんだけど、こういう時には対応できなかったのかなと思うんですよね。で麻雀店なんですけども、はっきり言ってね、麻雀店はもう時代遅れなんですよ。だからもうどんどんね、急速に店舗減ってるんですよね。それこそ10年間でなんか7分の1ぐらいに店舗が減って、麻雀人口もどちらかというとスマホに移行してるんで、いわゆるね、麻雀卓を囲んでよっこらしょみたいなのは、これは終わっていくんですよね。もちろんゼロにはなりませんけども。だから残存者利益って言って、やっぱり生で打ちたい人がいるんで、一つの都道府県に1店舗か2店舗くらいは代表店は残るんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そんなとこじゃないかな。まあそうなったら今度希少価値が出てきて、希少価値店舗を出店する人も出てくるのかなっていうところで、こう縮んじゃ増えてみたいな感じで少しずつ減っていくんだろうなと思います。基本的に店舗って数がもうピークアウトして、これからは減る一方ですから、出店とかあんまりしない方がいいし、出店するぐらいだったらもうね、後継者になった方がいいでしょうね。もう後継者がいなくって、業績は順調なんだけども、これ以上続けられるかなどうかなっていうところに、やっぱ弟子入りして、それを店を受け継ぐみたいなのが、回転コストもかかんないし、お客さんも集客も特にいらないし、特に麻雀店って広告が出せないんで非常に不利なんですよ。飲食店で広告出して
広告費用かけるところの勝ちみたいなところがありますけども、麻雀店はすでにその業種から広告が最初から出せないんですよね。違法広告とかになっちゃうんで本当に苦労しましたよね。これはね、完全にもう本当口コミしかないっていう仕事なんで、麻雀店はねやっぱりいろんな意味できついですね。で最後に私のことを申し上げますと、私はね別にビジネスが好きとか投資が好きとかそういうのは全然ないんですよ。ただまあお金があればやらないんですよね、こういうこと。でお金がないんでビジネスとか投資をやってるわけなんですよ。でその中でやっぱこう自分が楽しいなって感じるのがたまたま YouTube ってこともあるんで、まあ、一致してるところあるんですけども、基本的に私生まれながらのその何御曹司だったら多分ね投資もビジネスもやってないでしょうね、きっと。もちろん教育の受け方によってはビジネスそのものに興味を持ったりとか投資そのものに興味を持ったかもしれませんけども、今ね私こうやって、まあ、ビジネスはそこそこ動かせるようになりましたけども、投資もね得意になりましたけども、特に好きかって言われたらそこまで好きではなくて、早くね一生分のお金を稼ぎたいと思って消去法で選んだ方法がこれだったんですよ。一生分のお金がね多分ね私みたいな人間だったら4億か5億ぐらいだと思うんですけども、まあ、そこにはリーチもしそうですよね。暗号通貨とか興味がないものをやってみて含み益が出てきて、それでトータルで考えたら生涯に人間はな80年ぐらい生きるのかもしれないけども、80年かかって5億円かと思ったら、まあもう概ねいけるんじゃないかなという見通しが立って来ないでもないかなってことですよね。だから10億とか100億とか全然目指してないんで、それこそね自分の使い切れないお金を稼ぐために自分の貴重な人生を使うのはちょっとねもったいないかなと思うんで、それだったらこうやって隠居暮らしでバランス取った方がいいかなと思うんですよ。でもし私がねもう何らかの事情で全ての資産がパーになったりしたら、また1から始めようかなってことですよね。それが50からでも多分10年もあれば元通り今の暮らしには復活するんではないかなと。だから一回ねその転んでみると立ち上がり方っていうのはそこそこ覚えるんで、もう転ぶのがそんなに怖くないですよね。でそんなに怖くないから挑戦もできると思うんですけども、あんまり挑戦してないかなってところですね。じゃあちょっとテーマを、ね、切り替えて挑戦ですね。これからねこの私48歳の私がどう挑戦するのか、でまたね10年ぐらいちょっと下の吉田さんがその40を前にしてどう挑戦するのかみたいなところがあると思いますけども、で私は挑戦にはね傷がつきものだと思います。無傷で成功はできないと思うんで、どんどんね傷つくことを恐れずに突っ込んでいこうかなってことですね。まあそれが私のね流れ方かなと思いますよね。流れるっていうのも上流から下流ばっかりじゃなくて、時にはねそれこそなんですかね鮭のように上流に向かって流れることもあると思いますしね、あとはもうホバークラストみたいに相対速度ゼロにしてずっととどまるという流れ方もあるかもしれません。流れるっていうのも上から下に上流から下流にばっかりじゃなくていろんな流れ方があるのかなってことですよね。まあ水気な時に無駄な挑戦もしてみたいと思うかもしれませんし、わざわざ流れ回り道をしたいと思う時もあるかもしれませんしね、どうなんですかね。まあ、とりあえずそんなに深く考えずに棒フラのように生きておりますけども、なんとかなってます。以上でございます。まあありがとうございました。